はい、じゃあね、今日はゲリラライブですね。ケンスさんこんばんは。はい、くまちゃんこんばんは。6度です、6度。風がありやがりって。こんなのあったんだ。かー、寒い。今日はゲリラなんでね、早いです、終わりは。ゆかりさんこんばんは。明日 MRI なんでね、僕は。いらっしゃいね。はい、通知来た。こんばんは。はい、泉さんこんばんは。まさか今日はやんないと思ったでしょう。はい、牧野さんこんばんは。中2日です。はい、ゆうさんこんばんは。腰もやばいですね。あーさんこんばんは。はい、くまちゃんありがとうね。ななさんこんばんは。軽く。今日はなんか生ライブっぽく感じた？はるさんこんばんは。あべさんこんばんは。はい、高評価よろしくね。はい。ブリシャブさんこんばんはね、どうもね。はい、タさんこんばんはね。はい、寒いです、極寒ですよ。今日迷いましたよ、寸前まで。どうしようかなって。寒い。6度です、今6度押した。ミサワさんこんばんは。6度よ、マジで寒すぎ。風があると2度ぐらいの感じ。0度だな、これ。寒い。もしかして動画なかったし。動画今日人形ですね。髪の毛が左側も伸びてました。クリームさんこんばんはね。はい、ライブです。はい、シカさんこんばんは。のりもさんこんばんはね。今日はゲリラなのでね、そんないつもよりかはいかないですね。寒いよ、本当に。北海道はもっと寒いでしょう。サメさんこんばんはね。はい、森さんこんばんは。いやー、寒い。なんていうの、これもう痛いのね。痛い、顔面が痛い感じですね。寒いですね、本当に。中2日、今日はだからゲリラなんでね。いつも言ったようにロングじゃありませんよ。間違いなく。明日、あれですから。MRI ですから。もっと寒いでしょ。そっちは絶対行けない。あれどこだっけ？どこだ？あ、ここだ。ロングではないです。当たり前じゃないですか。明日だ、MRI だって僕。MRI 撮んの。メイさんこんばんは。病院、でかい病院行かない。痛い、腰が。なんかおっしゃってる。はい、高橋さんこんばんはね。西山さんこんばんは。はい、どうもね。人形伸びちゃってるんだけど、左右で。西山さんこんばんは。あゆうさんこんばんは。もこもさんこんばんは。高評価よろしくね。兄ちゃんこんばんは。寒い。まあ今日はね、近場ですよ、もう近場。こういうからやるとね。あー、寒い。ぬいごの動画やばいしょ。左側も伸びてやがって、1センチぐらい伸びてんの。もう送らないとね、あの奈々さんに。こういうからやるとハルさんね。はい、階段やめて。ハルさんこんばんはね。はい、とハローさんこんばんは。ドッキリした。あれやばいよね、よく見たら。うちの家に行ったのに髪の毛伸びてる。あやさん、スパチャありがとうございます。お茶代ありがとうございます。ありがとうございます。どうもね。いらんからあげるよ。もう無差別に、ハルさん送りましょうか。ね、クリスマスプレゼントよろしくお願いします、皆さんね。クリスマスプレゼントくれたら送らないです。脅迫になってるんだよ。クリームさん見た？やばいですよ。なんかね、左右伸びちゃって。ね、スパチャありがとうございますね。そう、クリスマスプレゼントくれた人には送りません、当然。送らなかった人にクリスマスプレゼントとして送ろうかなと。ランダムでね、1名様。はい、皆さんこんばんは。寒い。いないよね、いないよね。
嫌なプレゼント、いやそんなことないでしょ。愛人生さんこんばんはね。レンセさんこんばんは。あ、ハンマさんね。もうわかんないんでね、もうレンセさんっていいんじゃないかな。ダメ。うん、そう、もう極寒の寒さだよ。もう次の木曜日なんかあれですよ、4度だったから今日と変わんない夜がちょっと寒いかもしれないね。高評価よろしくね。あー、いて腰が。はい、ブルーのコンパはね、今日は福島県に来てます。寒いね、郡山ね。今0度です。うん、さあ、お化けが出る自殺の森です。小川さんこんばんはね。うん、入ってるね。だからあれ、誰かいらない？ちょっとあれ、ちょっとやばいですよ。ちっちゃいんだよ、こんぐらいなんだよ、人形的には。こんぐらい。はい、おじさんこんばんは。このぐらいなんだよ。で、髪の毛伸びちゃった。まあ、結構前から伸びてたのかもな。あ、なんか人通り？人がいる？光ったぞ、今。イノシシ？なんか光ってなかった、今。はい、おじさんこんばんは。はい、ブン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 。はい、バケさんは今日は忘れました、すいません。あまりできません。まあ、でもこの辺りでね、あの自殺してるんですよね。でこの辺りよく赤出る。そう、いませんね。はい、今のところいません。うわ、寒い、鼻水出てくる。そう、風邪ひかないよね。迷ったんだよ今日は、りんちゃん。どうしようか。でもみんな楽しみ、あね、楽しんで、楽しみにしてんのかなと思ってね。あ、ジャックさんありがとう。スパチャーにこんばんは。コーヒー代ありがとうございます。スパチャーありがとう。ということでね、今日頑張ってね来ました。あのね、行く寸前10分前に決めました。迷ってました、はっきり言って。10分前まで迷ってて、こんな感じですね。大河ドラマ見てたんでね。大河ドラマ途中から行きましたよ。うん、50分ぐらいかけて。はい、今です、到着ね。はい。はい、ホワイトブルーさんこんばんは。はい、星野さんこんばんはね。いらっしゃいね。寒いなぁ。ほんとに。これじゃねえの？これじゃねえ？この辺だったぞ。はい、キョウさんこんばんはね。迷ってたの、ほんとに。だって今日行く、もともと行かないって言ってたでしょ？行かないって言ったでしょ？あら、いつもの時間に放送しないなと思ったから、ちょっと皆さんはまだ出没注意。マロ来たらもうボコボコにしますよ。今日はもうイラついてるんで、うん、もう顔面クマスプレーですね。うん、はい、二宮さんこんばんはね。そう、もう来たら今日はあのビデオカメラで顔映しますよ。プリウス、シルバープリウスは絶対映します。もう、うん、ほら赤来た、やっぱりね。ここ絶対来るのよ、ここなんで。ここ、浦さんこんばんはね。来たでしょ赤ね。予想裏切んないよ。大体いつもこう見てるとこうなのよ。だからここの木で釣ってるんだよ。だここに念があるの、もう大体わかんの。うん、もうここね、大体ここで赤になるから、ここで釣ってるこの木で。だから切られてるでしょ、あそこ。あそこだと思うよ。やると思わなかった、小崎さんね。そうでしょう。みんなそう思ったでしょう。少し楽しみですか、それとももう帰っていいですか。寒いんで。ヒード連発。やばいぞ、これは。やばいぞ。ピンポイント、ここですね。間違いない。間違いない、ここです。この指先確定ですよ。見てみ、そう、この辺りで赤が絶対出るのよ、大体見てると。今までもう毎回だね。はい、アメさんこんばんはね。そう、鼻水出てきた。ほんと寒いよ今日、マジで。うん、はい、カズさんこんばんは。赤来ました、もう開始早々。うん、ここなんです、いつもこの辺り出るから。
何？相沢さんこんばんは。カラスでした。相沢さんこんばんはね。寒いです。6度だもん。寒いよ。そう、もうカラスだった今の音。ライトにびっくりしたみたい。うん。腕の怪我はね、あの全治3週間なんで、やっぱ痛いよ。こうするとやっぱ痛いんですよ。こうされてるから、こうすると痛いよ。あとこういう風にひねると痛い。だからあんまり使いたくないんですよ、正直言って。うん。でもうリハビリになったんでね、これからももう毎日のように行きますんで、前半戦に。とにかく前半戦に行けと。なぜかというと、後半戦になると減額されるんで。ね、慰謝料がね。うん、そう、前半戦にいっぱい行った方がいいんですよ。うん、そう。その方が、あの、慰謝料は、いい感じの配当になる。皆さんよく覚えててくださいね。そう。もういねえかな。いないな。あ、肌に。なんか右の耳がちょっとね、痛いんだよな。なんかできもんできて、あ、腫れてるな。ちょっと腫れて、バイキン入ってたかな。見てもらえたら、ただ引くかで。触んないと痛くないんだけど、触ると痛いんだよ。ガンかも。やばいな。もう俺にも時間がないのかな。手冷たいよ。でも大丈夫、今のところまだ。わかんない。なんかね、今日気づいたんだよね。なんかちょっと腫れてるなぁと思って。うん。そう、なんかね、あの、やっぱね、ちょっと麻痺してるからね。そう、なんていうの、耳たぶのちょっと横あたりぐらい。うん。多分ね、縫ったとこなんだよね。筋肉でね。うん。だちょっと様子見てたね。来月もちょっとなんか腫れ効かなかったら、ちょっと見てもらう。なんとか痛いですけどね。そう、もしかしたら手術かもしれないからね。そうしたらちょっとどうしようかな。うん、その時はもうヘルパーさん入れるしかないね。うん、はい、入れてもらうしかないな。高評価よろしくね。さあ、写真撮りますか。あ、でもこの辺電波悪いんだよな。この辺電波あり。ちょっとビデオ撮影で。はい、ここは自殺の森と言われてるところですね。はい、いらっしゃい、どうもね。今本編でゲリラライブやってます。生放送です。果たして幽霊はいるんでしょうか。ご期待を。では本編を見てください。お疲れ様です。はい、すいません、今ね、ちょっともう一個の方で撮ってたんで。はい、鈴田さんこんばんはね、平瀬ね。そう、今日はゲリラライブです。だ、皆さんに予告をしてないんですね。古田さんこんばんは。うん、そう、バイキン入ってたのにね、ちょっと面白い。まあ、ちょっと様子見てね。うん、毒キノコが見つかったんだって、この森で。触っちゃダメだって。火炎の竹が見つかりました。食べると命の危険があります。触るだけで皮膚がただれます。やば。あ、手みたいなやつだ、手みたいなやつ。あの、手みたいな植物あるじゃん。多分ね、見つかったんだって。この森で。やば。あの、手みたいなやつ。見えないか。見えないね。これ。ほら、ね。どこにあるの？はい、田島さんこんばんはね。うん、手っぽい風してる。この、まだ、この辺りは多分撮ってると思うけど、どっかにあるんだよな。やば。キノコさすが探さないよ。送るぞ、VW さんに。
うん、触れたらやばいんですよ。だからあげるよ、送るよ。やばい、殺人事件ですよ。どっかにあるんじゃねえの。まあマロに食わそうと食えないでしょ。食わないでしょ。逃げちゃうんだから、人生から逃げてるやつだから無理でしょ。話そうって言っても話せないんだから逃げちゃうんだ。ね、こんなやつに言ったって無理。キノコ狩りじゃないよ。ここ自殺の森なんだよ。首吊りね、ここ森が。そう、自殺の森って言われてるのね。怖いよ。いてて、一人だよ。そう。あった毒キノコ。そう。マロの会社に送るか、匿名で。誰かが。はい、ディメンさんこんばんはね。皆さんこんばんは、お疲れ様ね。そう、今日はね、ゲリラライブです。そう。皆さんがね、クリスマスプレゼント買ってくれるって言うんでね、頑張ってきました、今日は。そう、ありがとうございます。できればね、G-SHOCKか、靴のね、靴はね、大事なんですよ。なぜかというと、心霊で歩くんで、エアマックス。はい。皆さんこんばんは、西さんこんばんはね。はい、花さんこんばんは、佐藤さんこんばんは。エアマックス28、ナイキのね。エアマックスで。28で。佐藤さんこんばんは。はい、加藤さんこんばんは。そう、28なんですよ、僕。何気に大きいでしょ。防寒大丈夫。完璧にしてる。ヒートテック履いて、さらに、靴下も、あったかいやつ。どうしたの、冷感ないですね、全くね。そう、全くない。でもなんか匂いとかあるけど、今日ね、家でね、家の中で線香の匂いしたんだよ。一瞬。そう、フル装備です。で、ダウンジャケットですから。そう、痛むんだよ、だいぶで。これ今日もエアマックスですけど、ほら、ね。ここナイキエアマックス。1万円ぐらいするんです。足大きいってか、横幅があるからね、どうしてもね、履けない。で、ナイキでちっちゃいのよ。そう、だから、例えば26でも、ね、27ぐらい買っといた方がいい。もともとね、ちっちゃい。匂ったんですね、これ。あれと思って。だから、おふくろがしたのかなと思って。森さん、こんばんはね。そう、だからね、エアマックス履いて、もうこれも結構使ってるからね。いい靴履かれてるっていうかね、山さん、腰やっちゃうから、弾力性ないとね。そう。仕方ないのよ。いい靴っていうか、ね、高いコスを履けても、自分の体ボロボロになっちゃうから。そう。そういうことね。そう、お母さんからね。そう、そういうことなの。安い靴買って腰痛めたら俺、配信行けなくなっちゃうからね。そう。痛かったらちょっと行けないんだよ、やっぱね。今日もだって俺、昨日やってもらってなんとか少し回復したからね、来たんで。はい、まさかのこんばんはね、いらっしゃいね。寒い。来てる。靴大事なんだからね。何ぞかってもね、足りないってことでね。すぐダメになっちゃうから。ひょめさんこんばんはね。22.5 ちっちゃいね。そう。28ね。そう。エアマックスがいいな。そう。あとは、できれば、ね。ユニクロのダウンジャケット。ちょっとふわふわなやつ。L でいいです。23.5 なのちっちゃいな。ひょめさんこんばんはね。いらっしゃい。まだちっちゃいのかな。そう。今日寒いよ、6度だもん。穴あり、立ち入り禁止。穴はあった。はい。ゆうさんこんばんはね。いらっしゃい。さあ、もう一回やってみるか、この辺で。そう。いないな。今のところいないな。いや、でもほんと暗いね。見てこの暗さ。誰もいねえよ。誰も。高評価よろしくね。
電波悪い、ここ悪いかな、電波。あー悪いな、この辺な、この辺悪いな、電波な。そう、アイドルのゴンバはね、人っ子いないよ。こっち薄いんだよな、電波な。そう、誰もいない。まあゆっくり歩いてますけどね。やっぱみこういうとこなんじゃないの、手みたいな。多分見つけたら撮ると思うんだけどね。どっかあるんだろうね。アリエンさんこんばんはね。今日はね、ゲリラライブですね。そうだ、短時間です。ゲップが。はい、ラッキーさんこんばんはね。いらっしゃい。そう寒い、6度、ねえ、ほんとに寒い。まあこれもこういうとこには多分ね、撮ってると思うよ、見つけたら。おそらく。ん？何県？ちょっと言えないんですけどね。うん、まあ今日は神奈川県です。あらさんこんばんはね。そう、今日はね、ギリラライブなんて早いですよ。うん。そう。早いしてもね、まあ3時間ぐらいは多分なっちゃうと思うけどね。なんかこういうとこありそうだね。なんか言う？あ、ギリさん、こちらありがとうございます。ありがとうございます。助かります。どうも。ね。ありがとうございます。キヨさんね、いつもすいません。ありがとうございます。どうも。うわぁ、登ってるよ。これ登ってる。猛毒のね、毒キノコがあるらしいんでね、ちょっと気をつけなきゃいけないから。触ったらやばいで。食べちゃうと死んじゃうらしいから。まあ僕、キノコ食べられないからね、キヨさん。いるんだよな、食べちゃう人ね。そう、食べちゃう人いるんだよ。あ、疲れた。ありがとうございます。でもこういうとこに入りそうじゃない。なんかあえうとことかね、奥とか。あー、どうもね、千葉さん、どうもお久しぶりです。こんばんは、ご無沙汰です。うん、はい、どうもね、サンキュースパチャ、ありがとうございます。いつもすいません、どうも。はい、どうも。今日はゴーストライブですね。ゴーストライブ。ジャパニーズゴーストライブ。寒い。どうですか。タナさん、こんばんはね。来ました？キノコないよな。触っちゃうとなんかやばいらしいんだよ。こういうとこに入る、まあ、でも見えるとこには多分。千葉さん、またすいません。パーちゃん、ありがとう。どうも、すいません。ありがとうございます。千葉さん、こんばんは。ありがとう。パーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当に。どうもです。なんかいそうかな。ありがとうございます。千葉さん、こんばんはね。いらっしゃい、どうもね。ふ？ないよな。はい、了解。まあでもこういうとこは多分ね、撮ってると思うよ、見つけたら。はい、原さん、ありがとうございますね。今日一回バケタン赤になったからね。はい、一家さん、こんばんは。どうもね、ありがとうございます。
今のところ緑。ただいまの気温、あー、千葉さんまたすいません、ありがとう、どうもスパチャありがとうございます、ありがとうございます、どうもすいません、助かります、了解です。明日は MRI です。僕明日 MRI なんですよ、高齢者にぶつけられてね。そう海外コーンが確かに大丈夫かな。寒いですよ、6度だよ、6度、マジで寒いよ。この間と打って違い、もうこれマジ風があったら多分0度だよ。そうバケタン赤になった前半7分ぐらいで確かに。うん、はい、猫さんこんばんはね、いらっしゃいね、どうも。そうそう、エアマックスはね、だからね、なるべく腰に負担かけないよね。あのぶさんこんばんはね、いらっしゃい。そうなの、だからね、ちょっとね、いいやつ買ってるわけ。安い靴はちょっとね、どうしてもね、あるかな。これ電波いいの、あ、ここ電波ほんと悪いんだな、あんまよくない。はい、くみさんこんばんは、いらっしゃいね。うん、はい、どうも。そう、サンキューね、すいませんね、ローイングリッシュなんで僕。エアジョーダンとか高くて買えないでしょ、だからエアマックスとか限界ですよ。見たら2万とか3万とかするでしょ、そんなの買えない。そう、こういう時にキノコが育つんだよな。うん、こういうとこにいるんだよキノコ。ほらキノコにね、いたいたいた、キノコ、毒キノコ。はい、うまいさんこんばんはね、いらっしゃいね。高いよ。そう、あ、ラキさんそっちありがとう、どうもすいません、ありがとうございます、皆さんありがとう、どうもね、ありがとう。うん、そう、交通事故にぶつけられたのよ、2週間前の月曜日に。じじいにこうやって止まってたら、いきなりゲンチャリがぶつかったの、僕の腕に。しかも高齢者で、救助もせず。うん、だから僕も許さないっていうことでね。そう、まあ、免許停止にはなります。79歳のじいちゃんでした。じいさんこんばんは、だ、言ってあげた本人にね、いつまでも若いように運転したら無理だよっせ。うん、うん、はっきり言って年を取ればね、反射神経とかなくなんだからす。あるじさんこんばんは、初見さんいらっしゃいね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はね、ゲイヤーなんでね、短時間になっちゃいますけどね、通常はだいたい4時間から5時間前の間なんですけどね。そう、今日はね、自殺があった森に、まあ、ここね、本当に多いのよ、自殺が。もう本当に自殺多い。びっくりした、赤いから、あれか毒キノコと思った。そう、うん、いや、わかんないね、さすがね。うん、そう、自殺の森、ただここ毒キノコ見つかったんだって。そう、だから本当多いでしょ、事故が。見ての通り、もうだから自覚しないんだよ、まだまだいけると思っちゃって、結局やっちゃってたら遅いんだって。だからやめどけっせのに分かんねえから、まあ、家族がいけねえんだよ。うちはだって止めたもん、うちは止めたもん、うちは。なんだここ、ここ行ったことねえな、ちょっと行ってみよう。あ、疲れた、上りだぞ。ずっと登ってんじゃねえか、これやだな。はい、つくと兄、ねんねさんに出して、あ、向こうに出んだ。うん、はあ、疲れた、向こうに出るだけだ、道に、うん、道に出るだけだ、これ。そう、遊歩道だね。いや、あの、上の道に出るだけ。あ、ゆうさんこんばんはね、いらっしゃい。はあ、
今のだけでもくたくた。結構コルセット縛ってるからね、お腹が痛くなる。はい、どうもね。まあ僕は分かんないからね、お若がる、お若がる、お若がると。お若なの、立派なお若だ。冬もお若なんだ。腰の調子はあんま良くないよ、やっぱりひねると痛い。よし、逃げる。樹海と樹海こんなもんじゃないよ、樹海はこんなのじゃないよ、もう全然違う。静か。静か、高評価よろしくね。そう、あれ行き止まりあるか。こっちが橋なんだ。静かでも同じ風景です、樹海はね。こういうふうに変わった風景じゃないです。同じなんですよ、背景が。だから一度迷っちゃうと結局疲れちゃって終わっちゃうってことで、ありがとう、春さんね、スパちゃんね、深さんのスパちゃん、ありがとうございます。こんばんは、どうもね。明日の昼飯ありがとうございます。すみません、どうもね、スパちゃん、ありがとう。頑張ります。うわ、橋、釣り橋、ありがとう。ほら、紅葉だ、皆さん。紅葉だ。もう終わってるこれ、紅葉。紅葉。はい。井森さん、こんばんはね。懐中電灯、これ、軍用ライト。そう、トラストワイヤーってとこね。紅葉。もう、こういうところでいいじゃないですか。ダメなんですか？人が多いとこ行っちゃって、みんな。これからだな。これからだな。これからですね、色ついてきた。これからだ、ほら。こういうので良くない？ダメなの？また爆弾ウイルスが来てるよ。こういうのでいいんじゃないの？もう油断しちゃったら本当死ぬぞ。マジで。ねえ、来年になって見れるんだから。再来年になって。ちょっと我慢した方がいいよ、絶対。同じとこ行っちゃってね。ほら、これがいい。こういうとこでいいじゃないですか、ダメなの？こんな京都なんか行って、みんないっぱいいて、ね。うわー、すごい綺麗とか言っちゃって、それ2週間後にコロナかかって終わりとかね。バカだよ、人生、スノーズ潰すの。いや、南アフリカほんとやばいって言ってたよ、マジで。だから、世界があんな風にもうこざいてるんだから、ほんとやばいんだって。聞かないんだよ。トレさん、スパチャありがとう、またね。ありがとうございます。ありがとう、家に帰るのね。ありがとうございます。了解です。そう、もういいじゃないですか、ほら。これからですよ、紅葉。見て。ね。これから。関東はこれからですよ。ね、こういうとこ夜来てやればいいじゃないですか、ライト持って。ダメなの？夜の方が綺麗だよ、ライトアップして自分で。写真撮ったらいいじゃん、こうやって。自撮りとか言ってね。ダメ？こうやって。紅葉を、ダメだ、それ。まあいいけどね。まあね、それでほら、別に死ぬんだったら自由だから。僕じゃないから。そう。こっちは これからだね。寒くなってきてるからもうすぐだよ。そう。そう、自殺防止になる。で、ライト持って紅葉とか言ってね。地元って言わなきゃいいじゃないですか。有名な紅葉で撮って回すとか言って。ね、インスタ投げちゃえばいいじゃないですか。ツイッターで。
そう、京都行ったって人がいっぱいいんだから、その中に1匹2匹いるんだから。コロナが万が一飯食ってる時にもらっちゃうよ、空気感染で。うん、そういいよね。これからだよ、これから。これ滋賀県ね。そう、そう、みんな行くのはいいけど別にね。まあそれでね、あのさよならって言うんだったら仕方ないよ。もう本当に感染したらもう本当に4日5日でだよ、あっという間だよ、あなたの人生は。あと4日ですとか、ね、本当そうなっちゃうよ、若くても。そういう時ですね。そう、あ、お父さん、この寒くないですか。寒いですよ。だって今多分6度か5度だよ、寒い。うんうん、はい、ですからですね。うんうん、いや多分気づかないと思う、多分砂糖少なくて多分気づいてるの。うん、多分ね、多分。はい、マネさん、こんばんはね、いらっしゃい。多分ね、誰か歩いてるの僕は全然わかんないし、多分皆さんも分かってないと思う。うん、あ、分かったら多分言うよ。うん、明日も寒い、雪景色、もう、そっか、僕はもうスタッドレス履いてるからな。うん、寒いよ、今日は本当に。関東寒いんだって、今日は。はい、篠田さん、こんばんはね、いらっしゃい、と思う。マジで。濃い赤、ダメか。ダメですか。なかった。いや、雪降ると思うよ、なんかこの寒さだもん。うわ、寒い。そう、草津は雪降るよ、寒いから、そこは。うん、で、あれでしょ、あの夏タイヤで行ってたから、あの登んねえって言うんでしょ。バカじゃねえのって。この時期に夏タイヤで行くバカがいけんざまーって感じだよ。うん、動かなくなっちゃったでしょ。当たり前じゃん、あの坂道を登れるわけねえじゃん、夏タイヤじゃ。草津舐めちゃいけないよ。もう10月までで草津行けんのは。11月はもうね、スタッドレスとか履いてないと無理。うん、草津はいつ降ってもおかしくないもん、本当に。あそこは、そうだ、天気いい時なんかめったにないよ、本当に。雨降られちゃって、僕なんかだったら夜雨降られても何回もあるよ。で、寒いしね、やっぱり。そうで、ニュースになっちゃったでしょ。バカだよね。そう、この時期はもうスタッドレス履いてこないと、あの群馬の山奥は無理だって。メディさん、こんばんはね。はい、ありがとうございます。そう、だから東京のやつとかね、あのバカなんだよね、無謀だっていう。そう、まだ事故らなかっただけで助かったと思うよ、逆に。うん、下りだったら多分刺さるよ、そのまま。そう、この辺りでもなんか釣ったって言ってたね、なんかね。これいけんのかな。そう、この辺りに木でも釣ったってなかったんだよ。うん、簡単に事故るよ、あっという間だよ、もう。うん、あ、黄色だ、黄色になった。いるか、いるか。あ、いないかな。ん、いないとするんだけど、気のせいよ。いない。いなかったです。この辺りの木で釣ったって言ったんだよな。あ、その木かな。あの木だ。あの一本の木。あそこで釣ったらしいよ。あそこで。あそこにあるじゃん、木が。確か。こっち、これ太い木かな。こっちかな。こっちかな。こっちか、ここ、こっちだね。多分真ん中だと思う。女性、そう、ここで釣ったらしいよ、なんか。
ああ、マヤさん、スパチャありがとう。いいえ、初スパチャありがとうね、どうも。助かります。ありがとう、どうもね。助かります、どうもね。ありがとう。そう。あ、そう、この木だ。この木なんの木。気になる。危ねえ、足場が悪いぞ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。やばい、やばい、寄ってる。これやばい、落ちたらやばい。危ない、危ない。落ちないように行かなきゃ。そう、この木だ、この木。この木で釣ったらしいよ、ほら。この木で。確か。ないもんね。そうそうそう。これじゃない、これ、これ、これ。これだ。これで釣ったらしいよ。ほら、ブラーン、ブラーンってなんか。待って、ブラーン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 。これで、ブラーン。ブラン、ブラン、ブラン、ブラン。風によってこうやって動いちゃう。こうやって。終わる。それを見た人はもう、ダブルでショックでしょ。うわーって多分、腰抜かすと思う。こう。釣ってますからね。そう、行かないといけないんだね。危ね。危ね。これちょうどこうだ。そう、はい、町田さんこんばんはね、いらっしゃいね。そう、ありがとう、皆さん、スパチャね。あ、切られてるわ。ほら、切られてない。なんかこれだべ、ここのとこだべ。ちょうどここに木があったんだよ。切られてるよね。そう、切られてる。そう、多分ここじゃないかな、この、おそらく切ってるね。なんか落としたよ。あ、こんばんはね、ニコニコさん。黄色だ。腰の具合はね、相変わらずはね、左腕もちょっと痛いね。ここで釣られた、落としてる。はい、こんばんは、いくさんね。はい、ささん、おやすみなさいね、どうも。はい、なんかなんとか今週は2回できましたね。2回ね。違ったかな。なんかこの、違ったかな。この辺だったんだよ。なんかこの辺ってなんか言ってたんだよな。これだったらして、もしかしたらこれかもしんねえな。わかんねえな。この辺だっつったよ。なんかこれも怪しいな。これ怪しいな。これ怪しくない？ちょっとこれ怪しいから、ピンポイントでどう。開けてみるか。はい、こんばんはね、いらっしゃい。はい、ラジさん、こんばんはね、いらっしゃい。そう、どれも怪しいよね。そうね、怪しくない？高評価よろしく。うわー、したら焦るでしょ。ごめんなさいね。いや、確かこの辺りの木なんだよな。 どれかわかんないけど、ちょっと開けてみる。はい。はい、岸田さん、こんばんはね。そう、ゆっくり、今日寒いな。はい、ジャクさん、ありがとうね。おやすみなさいね。またね。はい、皆さん、こんばんは。はい、今日は寝てないんですか？いいかもしれないよ。あ、腰が痛い。ドッキノカに使ったの、これ。なんか、あ、どうだろうな。わかんないな。これ？まあ、これは違うだろうな。ポジした。ありがとう。はい、トゲさん、こんばんはね、いらっしゃい。いいと。まあ、とにかくこの辺りの木になんかつって、これはまあ無理だろうな。これも高さ的に。これも高さ的に無理だから、やっぱりちっちゃい木だと思うんだよな、多分。
はい、横田さん、こんばんはね。高評価ありがとうね。そう。はい、林さん、こんばんは。あ、こっちだったっけな。あ、これかな。わかんねえ。はい、小野さん、こんばんは。いらっしゃいね。わかんないよ、もう。ありすぎて気が。うん。わかんない。怪しすぎる。これなら完璧にできそうだけどね。わかんないな。違うな。これなんかめちゃめちゃできそうじゃない？なんか女の人にも届きそうじゃない？ほら、上、あの上プッてロープ回せば。みんな怪しく感じる。そうね、来ないな。これだってそうじゃん、怪しく見えるじゃん。まあ、釣ろうとね、あの、こんなもんで全然十分なの。あきさん、こんばんはね。はい、今日はゲリラライブです。愛知県行かないよ。行けるわけないじゃん、愛知県なんか。今の現状、ちょっと無理だよ。だって休みないんだもん。介護してるから。そう。だ来年ちょっとね、休みを取るかもしれない。そういう風に行けるようなところをね。うん、何を調べてるの？あの、お化けがいるかいないかを調べてる。そう、僕は分からないのでね。お、赤い橋だよ。赤いじゃない、茶色なの、これ。はい、マノさん、こんばんは。今日ライブだったっていうかね、今日はゲリラライブなんでね、あの、予告してないんですよね。なので、今日は短時間になります。あの、いつもの通常ライブと違ってね、今日はゲリラなんでね、そんなにだから、あの、箇所行けないんでね。まあ、ちなみにこれすごいロングです、ここ。これまだ半面なんですよ、ちなみに。皆さん、こんばんはね、いらっしゃいね。これまだ半面なんで、ちょっと前半後半で分けますのでね。わかります？言ってる意味。めちゃめちゃここ広いんです。ここって。うん。だから、一箇所のスポットが、ね、わかる？ここでも自殺してるし、向こうでも自殺してるんですよ。向こう側でも。ふじさん、こんばんはね。なので、今日はちょっと全面やろうかな、うん。もしかしたらこれで終わりかもしれない。ただ長いです、時間が。そう、まだ終わってないんです、前半が。そう。はい、ありがとうございますね。そんなに広いんです。だからゆっくり行ってます。そう。一回だからちょっと車に行って、ちょっと一服してから、後半に行こうかなと。水分取ってね、飲んで。そう、すごいでしょ。だから今日はちょっとね、この森がすごいあるんでね。そう、だから今日は YouTube ライブだけです。ツイキャスはやりません。うん、そういうことです。わかるでしょ。今日は YouTube だけしか見れないです。そう、みゆさん、こんばんはね、いらっしゃいね。どうも。だからなかなかね、こういうのできないからね、だいたいいつも半面ぐらいで終わっちゃうんです。そう、水のとこによくね、でかいでかい、ね、ふわーさらせるでしょ。ごめんなさい、自分でびっくりしてる。自分の声で。そこいないと思うよ。うん、もう木に釣ってるらしいよ、そこらしい。ここ本当にすごいらしいよ。年間すごいらしいよ。おわけさん、こんばんはね。そう、寺のおじいちゃんと見てますが、おじいちゃんがやばいって言ってどっか行きました。おじいちゃん、ちょっと逃げないで見てくださいって言ってください。うん、これライブ中ないね。サビさん、ごめんなさいね。うん、あ、ごめんなさいってか、いい、そう、心臓悪いね。でもそれが楽しみなんですよ。観光スポット、ここ。いや、どう見ても観光スポットには見えないじゃない。
どう見てもやめて、そんなに広いよ。います。うわあ、なに、なに、ちょっと助けて、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 うわあ、助けてください、お願いします、殺さないで、お願いします、助けて、助けて、ああ、マジで助けて、お願い、やめて、女の幽霊、噛みつかないで、お願い、痛えな、キリポン、危ねえ。足でちょっと蹴った、今朝引っ張られて危なかった。髪の毛がびしょびしょになったで、女のね、死んでたじゃないです、本当本当だから。ほら落としたじゃん、今足いってつかまれたもん、マジで。名言、いや名言じゃない、みんな助けてくれないのね、大丈夫ですかって言わないのね、みんなの。あ、痛かった、クソ女、下に潜ってねえか。はい、ありがとうね。自作自演落ちとかやるって。そんなことないよ。角に女性立ってんの？じゃ、可愛いですかね。お金持ってそうかな。そう、ルイ・ヴィトンのあの、小銭のバッ、あの、小銭の財布が欲しいんです。お願いします。あと、それで揃うんで。うん。そう。誕生日プレゼントでもいいですけど。そう。そう、誕生日プレゼントに、あの、送ってくれた人にはあの人形あげないので、送らないので、送らなかった人にランダムで抽選会で残念ながら外れた方にあげようかなと。はい、皆さんこんばんは。下を向いてる？そうなの？だって多分おそらく佐藤さんだけじゃないの、見えてんの。みんな見えてる？女性の霊見える？うん、そうね。だって欲しく、あと小銭入れで揃うんだって。そうだからね、そうすると僕もやる気が出るんだよ。ちょっと頑張ろうかなって。うん、髪の毛は濡れてた、本当？いやでも多分おそらく みんな見えてないみたいよ。佐藤さんだけだと見たよ、見えてんの。うん、残念ながら多分僕も見えてないんだよ。どこにいんの？まあ、肩は痛いけど、小銭で3万4万円ぐらいかな、ルイ・ヴィトン。うん、ケンさんこんばんはね、いらっしゃいね。そう、女の霊っていうか、まあ、まあ男も死んでるけどね、結構この辺りはだから自殺者で、そう、女性も出る噂はあるけどね。そう、僕は見えてねえからな、だから見えてる人は見えてると思うけどね。そう、右奥見えてんの、かすん。うん、だって今襲ってきたよ。待てーって、許さないよって。見てると人、次はお前だよって。今夜の夜は寝かせないよ。シャネルのバッグがいい、私が欲しいの。7万5000円。みんななんかおねだりしちゃって幽霊だな。うん、幽霊のあげたら許してくれるな。いや僕はあげられないけど。お、火事？火事でしょこれ。火事でしょ。近いぞ。近いぞ火事。え？近いの？うん。そう多分。いや離れちゃった、残念ながら。残念ながら離れて。もうこういうやっぱりね、乾燥してるからね。はい、ごめんなさい、パチャ、ありがとう、どうも。温かいコーヒー飲みます、後でね。ありがとう、皆さん。そう。橋を取った瞬間にいたの？マジ？じゃあちょっとこう出て。いる？うん。いや、僕には見えねえけどな。見えねえな。スパチャありがとう。火事でしょ。救急車も来たな。ピーポーピーポーって。僕救急車何回乗ったでしょう、皆さん。何回乗ったんだろう俺救急車。うちのおふくろを運ぶ時も乗ったし
自分だけで何回乗ったかな、 1回目、2、3、4、5、6、7、7回は乗ってるな。そう、7回は乗ってるな。相当事故なってる。それでも死んでないんだよまだ。うん、2回、7回。うん、こんな時稲川さんだと、稲川さん見える人だからね、多分あそこに白い女性がいる、見えてるよねってこんな感じじゃないですかね、多分。今日私だけって多分いつも多分佐藤さんだけじゃないかな。そう、多分こんな感じ、稲川さんだったら。うん、うちの方に来た。こんばんは、サラさん。サラさんどうですか、体調は。多分サラさんちの感じ。お久しぶりです、こんばんは。スーさんね、2年ぶりですか。いらっしゃいね。あ、これ本当に火事だな、なくなってるかも。はい、皆さん高評価よろしくね。うん、なんか出た。マジ本当、こうやって、そこほら、あそこにいるじゃん、ほら見える。マナさん、スパチャありがとう、ありがとうございます。あそこにカッパが、ほらカッパ見た、見えた、カッパ、カッパ、ほらあそこにいるじゃん、カッパ、ほらあそこに、ほらここ、カッパ、カッパ、カッパ、スクープ、スクープ、ズーム。え、え、生首だ。え、なんか映ってるよ。え、女の顔が映ってる。え、いるいる。いや、マジマジやばい。やべ、あそこのペットボトルの横に顔がある。いやいや、ほんとだって、ビデオで撮ったんだって。撮ったんだって、マジで。まだいるかな？あ、いるいるいる。いや、これちょっと難しいね、動いちゃうから。こっち見てるよ。長い髪の毛。どう言ったら説明できるのかな。難しいんだよなあ。撮れたかな、今写真で。よし、ズームした。ほんと、いや、ちょっと見てよ。ほらほら、見えてるでしょ、見えた、ほら黒っぽい髪の毛、こっちを見てる、あの白っぽい透明の横に、ほらいるじゃん、黒っぽいの、ほら顔が、生首が、こっちを見てる。鳥じゃない、あれ、あのペット、あの、多分ビニールだと思うんだけど、その横左側なんか顔らしきのいるじゃん、袋の横の左側に、なんか髪の長いロングの、マジで見えない、顔があるじゃん、黒っぽい、なんかほら見えない。いや、もっと近づけられないんだよ、これ以上は。だってもう網だもん、固まったかと思った。もうこれだからもう近づけられない。うん、なんていうのか分かった、ほらほら、ここほんといるじゃん、ほら顔みたいなのあるじゃん、なんか左側に、ほら見えない、真ん中の辺。分からないとバカ、挨拶して。分かってよ、シラサギじゃないって、あれ、これペットボトルだって。鳥じゃないって、鳥だったらライト当てたら逃げるから、うん、ちなみに皆さんね、ライト当てたら鳥は逃げるのね。サキさんこんばんは、いらっしゃいね。あの、分かる、だからあのペットボトルみたいなゴミなの、ゴミ。ライト当てたらね、あの野生動物はみんな逃げるから。白いのはなんかペットボトルみたいなやつ、その横に顔っぽいのが見えると。見えない、本当、ここにいるじゃん、ほら鳥はライターだ、逃げるからね。そう、え、なんか今動いたぞ。
ほら、そう、うん、はい、おじさんこんばんは。火事ですかね、多分ね、うん、でも動かないかなんだろうね、なんか一応と違うかな、気のせい。はい、春さんおやすみなさいね、どうもね。わかんない、いや僕もわかんないんだけど、なんか顔っぽく見えたけどね。これでわかんない、あれ、これでもわかんない、なんかいない、ほら映ってるでしょ、なんか長いの、ほらほら、なんか映ってるでしょ、こっち見てるでしょ、僕は言ったの、これこれこれで、はちょっと支援をしてくれた、少しちょっと女の人っぽいのが映ってない、髪、ほら今写真撮ったんだけど、ビデオの方で、わかるでしょ、わからない、これでなんかこっちに、ほらなんか映ってない、うん、顔でしょ、なんか顔っぽく見えるでしょ、左だった、右の方、そうそう、これ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 、ハルさんおやすみなさいね。そうだからちょっとびっくりしたの、僕も大きい、こっち見てるんだよ、ずーっと白っぽい服を着て、死に相続だよねこれね、多分髪の長い人が、なんか、うん、これだったらちょっと見えるでしょ、そう、おかっぱみたいな、そう髪型、なんかこっち見てんのと思ってビデオで撮った、ズームしたのね、それが今、あいつさんこんばんはね、そうだからびっくりしたの、だからでもわかんないよ、なんかゴミがあんのかもしれないけどね、それっぽく見えたからね、うん、ただ言っただけ、そういうふうにね。はい、あゆみさんこんばんはね、お疲れ様。そう、それっぽく見えるでしょ、だからお化けとは言ってないんだよ、そう、お化けとは言ってないけど、それっぽく見えたよねってことなんだよね、わかりました。うん、僕これやばいんだ、こっち来ちゃうといけないんだよ、こっち来ちゃダメなんだこっちから行っちゃダメなんだよ、そう、一回さ積もったんだこっち行って、こっから登っとかないといけないの、うん、見えたでしょ、っぽく見えたでしょ、そう、でも大体こういう時に死ぬんだよな、こういう日曜日とか人がいない時間に狙ってくるんだよ、自殺の人って、意外と日曜日が一番人が少ないじゃん、そう、例に呼ばれた、そうかもね、日曜日って結構ね多いんだよ、あ、腰が、そう、僕自殺のあったら、うん、言ってあげるよ、あでも言って無駄なのね、そういう人っていうのはね、うん、まあとりあえずその日は自殺しないかもしれないけど、後にする絶対、うん、だ助けようがないの基本はね、そう、なんか衝撃なことがない限りは多分無理だ、そういう人って、うん、結局ね、一回止めても次にやっちゃうから、うちの近所、うん、仕事、うん、俺明日 MRI なの、 MRI なの、またそうなの、自殺考えてる人っていうのは一度止めても次には絶対死んじゃうの基本ね、そう、その衝撃なことがあれば変わるけど、なかなか無理なんです、その心をね変えちゃうのは、うん、だから逆に僕の体験談としてこういうのがあるよっていうのは言うかもしれないけど、それでそのね、その人が助けられるかは分からない、そう、助けられたらラッキーだよね、そう、うん、そう、
だから女の子だったら逆に、じゃあ僕の介護お願いできませんかって、うん、死ぬ前に僕の介護お願いできませんかって、腰が悪くてねって、あなたじゃなきゃ助けられないの僕って言うかも、うん、そうそう、苦しいだけ苦しいだけね、うん、フルボーズじゃないよ、僕の介護をしてね、そんな死にたいんだったら僕の介助をして、介護をしてくれてね、それでダメだったら死んでもしょうがないじゃんって、そう、じゃあ一緒に僕と心霊スポット行こうよって、うん、そしたら変わると思うよって、こういうとこネタでやられちゃうんだよって、そう、うん、怖い、いやそれは佐藤さんだけが怖いと思ってると思うけど、僕全然怖くない、そう、振り向いても誰もいない、そうしたらちょっとあのこの人、この人ちょっと危ないんじゃないかなって、多分逃げるんじゃない、うん、そしたら多分、あもう自殺やめようってなるかもしれないじゃん、そういう意味でね、おばあちゃんだったらもうしょうがないねって、うん、よく生きたよっつって、よく頑張ったっつって、うん、うん、おじいちゃんおばあちゃんだったら逆によく生きたって、もう人生ほね長く生きたでしょって、じゃあそろそろ若いやつに譲ってあげないとねって、うん、そう、それでほら一人年金が減るから、そうすると若い子がまた年金がねちょっと年金差が上がるかもしれない、まあそういうことしか考えてません僕は、そう、じいちゃんばあちゃんはねよく生きたじゃないですか、うん、火災らしい、じゃあそれはサラさん行ってきた方がいいですよ、そう、スクープしてきたよスクープ、写真撮ってツイッター投げてよツイッターに、うん、家の近くで火事実況中継って動画で、動画でね、うん、そうでしょ、もうダメなのよ、うん、だから逆に言ってあげればいいじゃん、あの俺の 介護してくれない、それがちょっとやってみたらって、もう僕腰が痛いからなんか荷物持ってる、今どこにいるんですか、ちょっとね場所じゃ言えないのよ、市さんごめんなさいね、今ね僕ストーカーに会ってて、そう、そのストーカーが一応ね僕を殺しに来るかもしれないんですよ、そう怖いんですよ、プリウスのシルバーなんですよ、あの問題のね、よくあの事故るスプリウスのねシルバーの車、そう、そいつがねいつも追っかけしてくるんでね、そうだからもう僕もねあの缶スプレーとか用意してるんですよ、護身用で、あとレーザーポインターね、あるね、うん、こういうやつもね用意してるんです、こういうの、そうストーカーなんですよ、めっちゃめちゃストーカーと、そう怖いよ、爆竹とかロケットの前僕も向かけてくるんだよ、もう殺人犯だよはっきり言って、だからもうシルバーのプリウスって乗ってるやつろくなやついないよね、30のね古い方の、あのほらあの東京だったでしょ、あの親子を殺しちゃったあの同じプリウスですよ、でこの間大阪であのプリウス突っ込んだでしょ、あれと一緒です、うん、あの方です、うん、大阪だっけ、そうそう第二の殺人犯、うん、そう家特定してます大阪の人は、うん、そう行ったとは言えるけどね、そう、まあ分かってると思うけど、ここは彼は結構ここから遠いと思うよ、来んのには、あれどこだっけ階段、あれ階段どこだっけ、あれ階段ねえな、あれどこだっけ、こっちだっけ、あこだっけ、うん、そう、そうシルバーのプリウス見るとねもうムカつくもん僕、うん、犯人だ、そう、これで前半終わったのでちょっと車で一服していいですか、うん、ああ疲れた、1時間以上ですね前半、1時間ですよ、うん、これリゾート巡りマリオ一服どうぞ、ありがとう。
ここもともとお寺だったんだよね。そう、お寺壊したんだよ。お疲れ様でした。前半終了です。